これは不良品なんですか？これはあのもう、はい、正直言ってあのお客さんのところで飲んじゃないもんね。はい、ここは倉庫なんですね。倉庫ですね。多分ね、もうあるビスで我慢してやる。今日はもう我慢です。普段やったらちゃんとしたこういうこういう分かんないですけど、はい、捨てる味噌を使ってます。錆びないように。だいたいこの3つ打つのに何秒ぐらいかかるんですか？詰まったんですよ、セメントが。分かってますよ。やから言うたんですよ、今。社長ひねくれてますね。そんなことないです。そんなことないです。早いですね。カードですけどね、はい、このインパクトが悪い。ああね、こんなんでだもん。ああね、まあ、再利用しすぎなんですね。捨てないといけないですよ、はい、やっぱちゃんと。ラスを巻いて、はい、ラスってアーミジョーンのやつね。その巻いてモルタルぶちつけただけなんですよ。はい。何のために？いや、なんかこう土台、あの台、最初モルタル造形しようと思ってたんですけど、うん、あのテーマパークに倉庫したいもん、ね。はあ、ディズニーシーみたいな感じにしたいんですよ。僕は、もう僕の夢のやつ。はい。それ賛成してますか、はい、皆さん？森下君だけなんですよ、それ。賛成してるの。あ、そうなんですか。はい、初めて聞きました。それで、まずモルタル造形しようと思ったんですけど、時間がないっていう。はい、ここまでしたら。そう、今日ちょっと明日からあの石積み行かなかったんですけど、今日ちょっとどうしても段取り組めなかった。倉庫のちょっと駐車場整備とか塀の倒れたのを直してもらったりしてたんですね。はい、ありがたいことに綺麗になってません。昼、ね、休み、恐怖でちょっと持ってかれたみたいですけど。そうですね、やべ、飛んだみたいですね。飛んだみたいですけど。よっぽどっすね。で、もうモルタル造形するちょっと時間ないもんで。色つけてるんですか？そうですね、深い部分、最初にちょっとこのちょっとここら見てもらったら分かると思うんですけど、近づかないとダメですね。はい、こう、深いところにちょっと黒くなるようにこう
ういう感じにしてスポンジで取るとこう黒くなるじゃないですか、はい、こうやってちょっとメリハリを表面だけ取るような感じ、まあ言うたら影作ってるようなもんですか、ね、ちょっとまあ明るすぎるここちょっとこの間僕ネタ飛ばしちゃったちょっと面白いここからちょっと面白いちょっと手間の暇よろしいそれこうベータ乗りしちゃってる更新したらちょっと深いとこ濃くなるちょっとさ、ちょっともう一つですか。ちょっと手の影とか、ね、あ手の影とかで見えないです。見濃くなってる。はあ、ここもそうなんですけど、ちょっとこうヴィンテージ加工してるところです。してるところ。はい。でここから汚いですけど。そうですね。こうこれは危ない。おしゃれ。これも汚いです。ちょっと、ね。この間乗ろうと思ってこういう感じで、はい、ちょっと思ってないですけどで横見たら山と山山なんですよねちょっと気抜いちゃったもんでまたちょっと植えたいんですけど20あるうちにあの木を聞こえません今日はちょっと風強いから大丈夫です。でもちょっと3分30秒経ったもんで切りますね。はい最後に分かられるいいですね、こんなウッドデッキがあると。狭いですよ、あと3倍くらい。3倍ですか。まだまだありますからね、ここ前、ちょっと隠れて。車、ほら、ぶち抜いていったったらいいですね。あうん。そうそうそう。作ろうか。でも、先代が作る。仙台じゃないです。僕なんです。じゃあ、壊します。仙台でも僕壊します。余裕で僕壊します。面白いことです。なんか面白いことです。面白いこと、はい、面白いこと言われてもね。パッと出ないですか。パッと出ませんね。そのもうなんかネタがないんですか。ネタない。お箱とか、お箱とか、お箱とかないですか。ないです。森下さんは逆ありますよ。逆にありますよ。ちょっといやもうこれはあの僕のコーナーで、そうなんで今切って僕を映すのダメですよね。そんな卑怯なこと、はい、何してるんですか。今からちょっとステンシルってしてます。ステンシル、いやちょっとわかんない。ラッカー吹いてこう英語のあ文字が出るんですか、はい、じゃあまた撮り直して、うん、あのこれそれ専用で動画撮りますわ。はい、今からスペンシルですか。ステンシル M じゃないです。アルファベットでダブルを逆にするんですかね。これステンシル結構庭でも使えるんで板とかにも貼ってスプレー吹いたりとかでもいいですか。よく僕してましたね。コンクリートとかでもいいんですか。コンクリートとかでもいいです。あの、ユニバーサルスタジオの遠赤とか。あ、してるんですか。見てもらったら、あの、してますね。僕、ユニバーサル好きなんで、そういうとこ見に行って。あ、そうなんですか。週一で。はい。週一で。はい。まあ、家近いんで。そうなんです。ここは、ここは何県ですか。三重県。三重県。はい。の三重県の紀宝町。紀宝町。紀宝町で言ったら最南端ですね。そうですね。で、ここから大阪までどれぐらいかかるんですか。だから4時間。4時間。うん。それを週1で。うん、週1で。そのお金はどっから出るんですか。いや、もう、横領。横領してるんけい。どこその事務員のババアかい。ゲームないやねん。ゲームがないんですよ。ないですね。森下の M ですね。森下の M ね、人気やからね。なくなっちゃうんですよ。ステンシルしようと思ってもできないなかった。ダブル逆にしてしたらまだ見えますかね。あ、なんかぽいミスドのマークみたいなねえほんまやね、ミス誰なのこれ、ほんまに M ないですね。もう一回これで動画止めますね。はいはい、そう M やったら D
できるんだよね。山自然園じゃできるけど、ガーデンプランニングってそのやったらできないっちゅう。なんで絵もないのね。森下翔太、29歳。彼女募集中です。彼女いるって言うてな。